数学コーチャーの林です。今回は第268回準2級2次四角2番の解説を行います。問題の方確認いたしましょう。 N を10以下の整数といたします。書いておきました。10以下の整数ですから、正の整数ですから、 N は1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 これで全てとなります。ルート N が無理数となるような N の値を全て求めなさい。まあ、ルート N についてということでありますから、この1から10までの N に対してルート N、 全部ルートをかけたものをここに書いておきました。で、この中で無理数にならないものを探していけば残りが無理数ということになります。最初からやってみましょう。これは1ですね。ルート1は1ですから、これは無理数にはなりません。ルート2は大丈夫ですね。ルート3も無理数ですね。ルート4はこれは2ですから、これは無理数ではありません。ルート5は無理数ですね。ルート6も無理数、ルート7も無理数、ルート8もこれも無理数、ルート9はこれは3ですからこれは無理数になりません。ルート10、これは無理数になります。従いまして、丸のところの N は何かと言いますと、2,3,5,6,7,8,10、それぞれ、ルート N が 1,2,3 ということで、無理数にならなかったもの以外が、全て答えとなります。今回の問題ですけれども、このようにですね、まあ、10個ですからもう全部並べてしまって、でそれぞれについて、1つずつ計算をしていくと、で後で、まあ、照合して、答えの方をここに書き出すというような形でよろしいかと思います。以上で解説の方を終わりにします。ありがとうございました。